どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日もですね、ちょっと急遽なんですけど、ベトナムホーチミンの、G ラボの、ウクレレマイスター、ね、職人さんの、ごちゃからをつないで、ちょっとね、急遽、ちょっとどうやらことが起こってそうな気配なんで、どうなってるかなということで、ちょっと、つないでるんですけど、なんとね、ちょっともじゃくんの方からもちょっと説明してもらいたいんですけど、何があったんでしょうか？何が起こるのか？これからか？もう起こってますね。もう今、ホーチミン全体がロックダウン。出もうた。昨日の夜から。いやー、ロックダウンしちゃったのかも。なるほそうですね。最近どんどん感染の拡大がもう止まらない状態になってきてっていうことですね。なるほど。ちょっと前もね、まあ、そうだ、今こんなふうに、ベトナムのモジャ君とつないで、よく僕ら、いろんなね、目論んでることが、シリーズでやってるんですよ。それ一応、どっか、今この辺にリンクと概要欄にも貼っとくんで、プレイリストをね、その前回のこの2人で話してる時もね、ちょっとやばそうだってなってて、なんかタクシーとかバスも止まってたもんね、あの時もね、すでにね。そうです、そうです、そうです。ね、もう本当に、こっちにウーバー、日本でいうウーバーイーツとかウーバーみたいなサービスがすごく普及してるんですけど、東南アジアでグラブっていうはい、会社がグやっラブてて。ね。結構日本でも名前結構聞くようになってきてんじゃないかな。そうです、そうです。普通の人がこう車運転して乗せてくれるっていうサービスだよね。それが配達業務とか、もうタクシー業務も両方やってるんですけど、それもこう一部の荷物以外はもう禁止というか、もうやってない状態で、人を運ぶのもダメになっちゃったの？人バイをク。運ぶのもダメになりました、あ昨日りゃ、から。それはでも完全に移動できないってことだ、もうつまりは。そうです。で、飲食店も、デリバリーは、グラブで運んでもらうっていうデリバリーはやってたんですけど、それも禁止になったので、もう飲食店も全面ストップになりました。ということで、ベトナムの人って家で飯作らないからやばいね、本当、そうしたら。そうなんですよ。結構やばいっすどうすね。るんだ、上なんかそういう失敗しちゃうよ。そうで、スーパーはやってるんですけど、もう今、品薄状態で、もうすっからかんっていうでもことらスーしパいーのやっててで。もさ、そこまでに行く手段がないもんね、みんなね。電車はあるわけじゃないからさ、ベトナムの場合。そうです、そうです。だからもう本当に、バイク持ってない人は、もう、こう、知り合いに、そういうこ借りるとか、そういうことしかないですよね。と。そして、G ラボの工房に話を持ってくると、今やっぱさすもう今ね、もうすでに、もう多くの方に G ラボのわがままウクレレセミオーダーなど、受注いただいてね、いってる状態で、まあ、お待ちいただいてるんだけど、その、え、そ、そちらの影響はどうでしょうか？今のところ予約いただいている分に関しては、納期の遅れとかそういう影響は、ないんですけども、今本当に日に日にその状況がもう二転三で変わってるので、ちょっと予い断をつ、許さないっていう状況か。そう、で、スタッフの人は、どうしてんの？だって、みんな自分でバイク持ってる人は、通いで来られる状況なの？そうですね。スタッフたちは、今朝からその、一応ホーチミンって区でこう東京みたいにこう23区みたいに分かれてるんですけど、その区をまたぐごとにその検問があって、そんな。そうです、検問通過しないと来れないみたいな状況のようですなるね。ほで、ど。一応、その今、うちのスタッフの中で2人がもう濃厚接触者の次ぐらいのなんかこう処置で、もう隔離処置に入っちゃってて、そ2人のが。人本人はどうってことないけど、そのエリアがってことですよね。そのもう一帯がもう隔離されちゃうんですけど、それの対象になってて、もう会社には来れないっていう状う況になってわ、工場に要は2人も来れてないってわけでします。来ょ？れてないです。で、残りの人は、一応来れてはいるんですけど、今日も来て働いてもらってるんですけど、そのいつ同じようなことになるのか、もう分からないっていう状況ではありますね。もじゃくんはそのジーラボ工場の近くに住んでるから、ひそうとです、そまうず。です。はい。僕はもうここから、本当に
2、3分のところに住んでるので、まあ、要は同じエリアに住んでる人はまだそうやって、まあ、そういう生産活動はできるってことだね。ご飯も食べられるの、じゃあそこら辺では。うん、あ、それが難しいんですね。もうお店やってないので。そうか、あの工場の目の前があるんだけど、はい、そこもじゃあやってないわけだ。そこはもうストップですね。あ、ストップです。はい。もう前、つい最近もはずっとここ3週間ぐらいはもう一部本当に時間区切って本当ちょっとだけ細々とやるぐらいな感じで続けていたんですけど、もうストップですね。販売はダメです。まあ、あのなんかそのコロナも心配だけどさ、そのご飯が食べられないとかさ、もう本当腹が減っちゃってっていうのも、それも大変しんどい状況だな、それは。だけどその今2名スタッフが来れないってことだけど、一応その生産体制としてはまあ、あの大丈夫な予定進めているってことで、現状ね。そうです、はい。まあ、あのこれ今もじゃくも言ってくれたけど、状況がね、まあちょっと逐一変わる可能性もあるから、ちょっと引き続き、はい、まあもちろん体調管理にも気をつけてもらいたいけど、この今やってるこのもじゃくんとの対談でまた最新情報をね、ガズレレ YouTube の方でもちょこちょこシェアできればなというふうに思って、あとやっぱりこれやってるとさ、あの日本に住んでて日本でいろいろ活動してると日本だけしかまあ知られないから、結構その他の国の状況ももしかしてあの見てる人もね、あのベトナムに興味持ってくれて、またねコロナが明けたらまたガズレレの G ラボ工房みんなで見に行こうなんていう時に、またねあの時大変そうだったねなんて話になるかなというふうに思って、またちょっといろいろ、とにかくまあ用心だね、うん、そうですね、うん、もう本当にあの、まあ、今はしてないですけど、マスクして、あの体温計、あのピッてあるやつをこう買って、一応チェックはしてるので、うんうん、できることはやってるって感じで、そうですね、消毒とできることはやってますけど、もうできることしかできないので、なるほど、まあまあ、じゃあ引き続き気をつけてほしいということと、これいいよ、最近使い出したコンサートの、ガズモデル、これ、うん、そうですね、はい、12mm、薄レレのコンサートサイズの、うん、木目が見えるからすごいんだよね。これもうちょっとしたらね、またこれの事前予約、今月から予約受付開始できそうなので、これの大特集する動画もまたちょっともじゃくんといろいろここの、うん、このなんでこのウクレレはこういう仕様になってるかって詳しい話をちょっと聞きたいと思う。今日はね、まあ、ひとまず素晴らしいこのウクレレだっていうこととね、まあまあ今薄レレすごくあのいい感じなんで、またその辺もあの今ねこっちそういう意味でも盛り上がってるんで、まあね、この流れをね止めたくないなと思ってるから、うん、まあそのコロちゃんもうまいこともね、あのコントロールしていきたいなと思うんで、まあでも今日はちょっとね忙しいところちょっとね、あの申し訳ないなと思ったんですけど、まあ最新情報をちょっとお届けしたいなと思って、あのウクレレお持ちいただいてる方もいっぱいいらっしゃるんで、あのご報告を一応しとこうということになっておりますと、はい、もうちょっとお待ちください。でまた今月もね後半になると、またあのウクレレの事前予約注文などまたスタートして、いけると思いますので、またちょっとね、YouTube などでその辺も案内しますけど、だいたい20日過ぎたあたりぐらいで、ちょっと注目していただければと、毎月ね後半にあの、また募集が始まりますので、その辺のことをご確認しておいてくださいということで、あのスタッフのみんなにも本当にくれぐれもこうよろしくっていうか、もう遊び歩くってこともできないし、でもそうなったらね、そうですね、はい、まあまあ本当なんか、まあ、ストレスもためないようにね、なんかそういうのもね結構良くないからね、あのウクレレを奏でるぐらいいいと思いますよ。そうですね、これを機にもじゃくんもあのガズレレ YouTube でなんか洋楽とかこうやればいいじゃないですか。はい、いいかもしれない。まあまあまあそんなことで、まあじゃあ引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はロックダウンになっちゃったベトナムのホーチミンから急遽つないで、皆さんに現状をシェアしたということでございました。はい、それではまた引き続き G ラボとガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。バイバイ。